今日は群馬県東軽井沢安中市現安中市東軽井沢安中春菜駅現安中春菜駅の前で憲法改悪反対、なんだっけ、あと原発反対、世界核戦争反対の凱旋をしてます。寒いので今日は車の中で、また頭が痛いので吐き気もするので車の中で8割方横になりながらスマートフォンで凱旋をしてました。 Facebook、Twitter、YouTube 等です。こんな立派な駅ですが1日に283人ぐらいしか乗り降りしません。乗客の方は非常に快適だと言ってました。まあ、かなりの上場企業とかいいところにお勤めの方はこれを使って、東京に通勤して帰ってくると、この のんびりした豊かな自然の中で、リフレッシュして仕事しているようです。また高崎高校、私の母校の高崎高校の、瀬戸さんも多分この稔ヶ丘に住んでらっしゃるんだと思いますが、優雅っていうかしょうがないんでしょうけどね、新幹線で高崎まで通って、それから自転車で高崎高校まで 2,30 分運転して通ってます。羨ましい限りというかしょうがないというか。で、提案ですが、この、何でしたっけ、あの周辺の里山の上に、まあ109階建てのマンション、まあ、今まであんまりないですけど、台湾では101階建てのビルがありましたけどね、を109棟建てると約10万人の人口ができます。中にショッピングセンターや医者や映画館や吉永小百合記念館等々の石原裕次郎ね、慎太郎じゃなくて裕次郎記念館とか、まあいろんなね、あの記念館とか入れて、文化センターも入れてですね、公民館も入れて、市役所の分庁舎も入れて、で温泉付き、霊園付き、宗教施設付き、野菜畑付き、そういった、マンション群を建てて、今の乗降客を、まあ、10倍100倍にして、5分おき10分おきに電車がですね、新幹線が通るような駅にしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。夢みたいなこと言ってるなんて思うかもしれませんけど、まあ100年1000年かかるかもしれないですけど、そういった方向で一歩でも1ミリでも1ミクロンでも前進したらいいんじゃないかなと思ってます。だって富士山が見えて、八ヶ岳が見えて、白山が見えて、野口五郎岳が見えてね、え海が見えてなんてマンション素敵でしょ。ね、最上階はあの、ね、レストランにして最高だと思いますよね。ついでにね、国会議事堂もこの中に入れちゃったらいいなんじゃないかと思いますけどね夢のまた夢の夢のまた夢ですけど、まあそんな妄想をね、働かせながら凱旋してます。まあ皆さんのね、なんかのヒントになればなと思います。あ、今新幹線通過しました。私もあの最初の、20年ぐらい前ですか、最初のですね、あれには、始発新幹線開通して安中春菜駅に泊まるんだろうと思って、長野駅を出た始発に合わせて、子供、次女と三女と一緒に、あ、長女と次女だったかな、んちょっと覚えてね、長女と次女だったかもしれないですね、と一緒に、町田町の、自宅を出たところ、最初の電車は通過してしまいまして、何かを物語っているようでございました。ここでもね、できたからにはですね、盛り上げて、いきたいと思ってます。新幹線が止まる群馬県内の市って、高崎市と安中市しかないんですよね、考えるとね、12市町村のうち、これはすごいことだなと。茂木秀子市長さんもそんなことをおっしゃってましたけど、全くその通りでありますね。しかもインターもね、2つもあるのも、高速道路のインター2つもあるのも多分高崎と安中ぐらいしかないんじゃないでしょうかね。ちょっとその方はちょっとよく調べがついてないので保留にしておきますが、とにかく新幹線の駅があるっていうのはそういうことなので、ぜひですね、盛り上げていきたいと思います。のんびりと、あの高崎高校の時のね、
あの同級生もこの近くに住んでますので、生徒会の初期かなんかねやっていただいた方で、法政大学出られたと NHK 行かれてね、名前はちょっと個人情報なんで言えませんけど、いらっしゃるということらしいので訪ねてみたいと思います。今日はね、あのいろいろ準備がないのでやめておきます。とにかく、あ、この登り綺麗でしょ。写真入りの登りって珍しくないですか。あん中のスニアデザイン事務所の、長女の方にね作っていただきました。ありがとうございます。感謝してます。まあ春菜とね美織さんが、写ってます。コスモスのはね、コスモスと宇宙ということで、両方コスモスというのがね、ご存知の方が ご教授ください。前島学園、ハーバード総合大学学生自治会委員長、放送大学学生自治会委員長の前島健二でした。ぜひご教授ください。ハーバード大学総合大学の方は学生まで私一人でございまして、まあ、もう一人ね予備がいます。予備っていうか候補者はいますけども、教授はあの全世界88億人私はいると思ってるんですけども、その人全員教授だと思っております。ぜひ教えてください。今日は寒いのでこのくらいにします。